恐竜は約2億5000万年前から約6500万年前まで地球上にいたといいます。人類が誕生したのは約500万年前ですから、恐竜にお目にかかった人類はいないことになります。ところが恐竜がのそのそと歩いていた約1億5000万年前から現在まで子孫をつないでいる植物があります。ソテツです。恐竜は絶滅しましたが、ソテツは残りました。奄美の島々にはこのソテツがいっぱい茂っています。奄美大島の龍郷町にはソテツ山と呼ばれる山があり、斜面全体に密集しています。また道東の綾丸岬や徳之島の金岬にはソテツジャングルがあります。まさに奄美はソテツの島なのです。ソテツの幹をじっくり見てください。ごついですね。どこか恐竜の足に似ていませんか。身の周りは鋭い棘で保護され、身そのものも硬い殻で覆われています。頑丈でなかなか割れないようになっています。さらに台風や干ばつ、潮風に強いので、昔から島の人々は食糧難の時、実や幹からでんぷんを取り、飢えをしのいでいました。味噌も作りました。今、与路島や宇家島ではソテツを栽培し出荷しています。砂漠地帯などに植えて地球温暖化を防ごうという試みもあります。島の人々の命を救ったソテツは地球を救おうとしているのです。